今回は春のニュアンスネイルをやっていきます。ちょっとベージュ系をまず薄く一度塗りします。オフホワイトのカラーでニュアンスの模様をつけていきます。硬化せずにこうヌーディーの上から模様を描いていきます。ジェルのね、表面を触るような感じで刷毛跡を残していきます。この後固めます。で、このね、ブロンズのこのちょっとピンクブラウンみたいなラメがめちゃめちゃ綺麗なので、これを間に入れます。真ん中にポンと置いてちょっと周り散らす感じで、この後も固めます。そしたら一度奥行き感を出すためにクリアジェルを塗って、この後硬化します。少し透けてるのでヌーディーカラーをもう一度軽く塗って、その上からまた模様を描きますね。硬化をせずに先ほどのオフホワイトをのせていきます。ニュアンスアートを本気で学びたい方はこの動画を見てもらったら結構できるようになると思うので、一度見てみてください。あとはバランスを見ながらちょっとヌーディーも重ねていきます。最後にコーティングしたら春のニュアンスネイルの完成です。最後まで見てくれはってありがとうございます。毎週金曜日に新しい動画アップしてます。たまにショート間違えました、ショート動画もアップしてますので、よかったら見てください。じゃあまたねー。